アメリカンビーフのお時間になりました。山下さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。最近なんですけども、うん、アンガスって表示されているものをよく見かけるんですけど、はい、そうなんです。アンガスって何ぞやと思ってまして。そうですね、時々もあのスーパーを見ると、はい、アンガスビーフ、はい、ね、それからあとレストランでも、メニューにアンガスビーフと入ってますよね。アンガスって何かっていうと、これ牛の種類なんですね。はい、そうなんですよ。でイギリスの原産なんですけども、それも、まあアンガスもブラックアンガスでね、これも時々聞いたことあると思うんですけども、まあ、黒い毛の牛なんですね。イギリス原産の黒い毛の牛、これが、まあ、いわゆるアンガスとかアンガス種とかなんですけどね、まあ、実言うとね、日本の黒毛和牛ってあるでしょ。そうですね、黒毛和牛ね、あると思うんですけども、はい、それも、まあ、随分昔に、日本が、輸入して、はい、アンガスの、血が少し、まあ、血統の中に混じっていると言われているんですね。こんなつながりが、はい、アンガス、黒毛和牛、なんかいっぱい種類あると思うんですけど、うん、牛の種類が違うと何が違うんですか？まあ、大きく2つ分けると、ね、牛乳を取る牛、はい、まあ、乳幼種って言うんですね。で肉を今度はね取る牛を、これ肉用種っていうんですね。まあ、この2つ大きく分けて2種類あるんですね。でアメリカではいわゆる乳用種っていうと、まあ、これちょっと聞いたことあるホルスタイン、ね、あと、ジャージー牛乳でってことジャージーで肉用種はねなかなかアンガス以外は聞いたことないかもしれませんけれども、アンガス以外はヘレフ、まあ、これもイギリス原産なんですけどね。あとブラーマン、リムジーンとかね、リムジーン、まあ、聞いたことない多いかもしれませんが、そういったまあ様々な血統の牛がアメリカでは飼われてるんですね。はい、ヘレフォード、リムジーン、なんかいろいろ種類が牛あると思うんですけど、その中でもアンガスって他のものと何が違うんですか？アンガス、はい、アンガスっていうのはやはりやっぱり一番特徴は柔らかい、柔らかいっていいですよね。柔らかくて美味しいお肉、そういう、ね、品種なんですね、はいはい、で2番目がね、サシってわかります？白い細かい赤みみたいな、そう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 、霜降りとも言うんですけども、アンガスっていうのは、こうサシがこう入りやすい、そういう、まあ、牛 の, あの種類で傾向があるんですね、はい、まあ、ですからアメリカ人って実はステーキは大好きですね。そのイメージが強いです、アメリカに行くとあんまり、ね、薄切りってないんですよ。見たことないですね、あんまりね、はい、やはりほとんどがステーキ、分厚い用のステーキ、バーベキューとかね、そういうやつですね。でアメリカ人はやっぱりステーキが好きだから、美味しいステーキを食べるような牛を作りたいというので、実はアンガスっていうのは美味しいステーキを作るために改良された、こういうのが、アンガス、うん、アメリカのアンガスなんですけど、でももともとはヨーロッパ系の牛なんです、まあ、イギリス系なんですけどね、まあ、イギリスとかヨーロッパなんでちょっと北の方で、気候的にはちょっとね温度が低いところでやっぱり作られたんですけども、アメリカの中で全土、アメリカが、ね、広いんで北の方から南の方になる、ね、そこで全土で、いわゆる買えるように品質改良っていうのをやってったんですね。でそうやってって現在は、アメリカの、まあ、肉用種、ね、肉用種ね、それの約 70% ぐらいがアンガスと言われてですね。で、まあ、日本に、来るのも今アンガスっていうのが増えてる、だからみんなアンガスっていうのはいろんなところで言うようになるんですね。で、まあ、美味しさも含めて、柔らかさ、そういうのがあるのはアンガスですね。美味しさと買いやすさと、はい、今日もアメリカンビーフについてたくさん勉強させていただきました。お肉のお話をしてたらまたお腹が空いてきてしまいました。そうですね、今日はじゃあアンガスビーフの美味しい、ね、アメリカンビーフを、楽しみたいですね、はい、ぜひぜひ皆さんも食べてみてくださいね、はい、はい、それでは今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。